まあね、殺されちゃうかもって言ってたもんね。心配だから。サイバー？戻ってきた。私がここを離れてからそれほど時間は経っていなかった。しかし状況は変わっていた。うん。お、なんか全然知らん人がいる。あ、警察？どうやら私の亡骸を調べているようだ。一体何者だろうか。あ、クネリ。そしてその横で心なしか嬉しそうにクネクネしているやつがいる。こいつもそもそも何者なのか。うん。お帰りなさいませ。短い旅でございましたね。こいつは一体どうなっている？これは警察の捜査でございます。あなた様が殺害された事件の。私の殺人事件か。そうだ。ところでリンネは？彼女は無事なのか？おう、早速あの方のお名前が分かったのですね。いや、さすがでございます。妹と飼い犬まで分かったよ。うん、何か良くないことが起こったように見えたのだが、そして彼女は今再び殺し屋に狙われている。そういうことでしたらまずはご安心を。あの方ならば先ほど逮捕されましたので。え、誰が？え、誰が？あのおじいさん？え、逮捕だって？一体どうして？あ、リンネが？わかりません。私もくねくねするばかりでございます。とにかく情報を集めてみようか。だからこのさ、シセルを殺したみたいな罪でってことかな。あ、ちょっとなんか話してたな。わい。この顔いいな。なんか絵に描きやすそう。厄介なことになりましたね。ああ、身内から殺人者が出たなんて、所長の首じゃ済まないぜ。あいつ新米でしたからね。無茶な捜査をしていたとか。新米にそんな任務は与えられない。たとえそれがリンネでもな。あ、リンネがなんだっけ、刑事かなんかなんだっけ。でもあいつは特別だという噂を聞いたことがあります。特別捜査班のカバネラ警部と強いつながりがあるとか。まあ自分はそんなものなしに刑事業界をのし上がるつもりですが。刑事なら噂話はやめろ。誰が聞いているかわからんぞ。私とかな、わしとかな。すごい顔色悪いけどこの人。でもあのさ、殺し屋の顔色と似てるな。傘、パイロン、標識、扉、シセル、カバン。届かない。なんか動くものなかったな今のところ。ワイ、死因は胸に受けた銃弾によるものと考えていいだろう。じゃあ君、担架を頼む。詳しいことはラボに戻ってからだ。あ、もう少し待ってもらえますか先生。特別捜査班長のカバネラ警部がこちらに向かっているそうなので。特別捜査班、こんな事件関係ないだろう。まあなんといっても捜査官のナンバーワンですからね。へそを曲げられちゃうといろいろ面倒でしょう。うむむ、わしには関係ないんだがな。自分もどうかと思いますね。面白半分に現場に来られてもいい迷惑じゃないですか。陰口なら一人でやってくれ。誰が聞いているかわからんぞ。私とかな、わしとかな。お、来た？あ、来た。なんかまた癖強そうな人来た。長い。あれ絶対さ、タイヤに巻き込まれるでしょ、あの長いやつ。エルビスっぽいやつ。癖強そう。顎が鋭い。いいね、この事件現場の緊張感。うわ、癖強い。とってもラブリーだ。癖強いな。これ警部なの？やば。軽快なステップで降りてきた。いやあ、みんなどう？操作してる？ご苦労様です、カバネラ警部殿。早速この自分が状況を報告させていただきます。
あ、ちょっと待って、電話一本いいかな。こいつが班長さんか。確かにラブリーな男だ。関係者電話帳を更新しました。取り付く。ちょっとじゃあもう一回見てみようか、まあ、ね、ちょっと細かく見ていきましょう。私の死の現場に居合わせたリンネちゃんね、自室の少女に電話をかけた後消息を絶つ。再び殺し屋に狙われている。どうやら刑事のようだ。そう、なんかね、刑事っていうのをね、なんかで読んだんですよね。だからゲーム内ではまだ言われてなかったんだな。リンネの隣人、赤い部屋に娘と住んでいるマダム、どうやら作家らしいが、ご主人に反対されて家出してきたようだ。今夜もう電話には出ないとか。紫のマダムの娘で名前はエイミン。39度の熱のため今夜は塾を休むようだ。カノンのお友達らしい。パパの誕生日を気にしている。かきむしる紳士死が多い白い部屋に一人座り、頭をかきむしっている妻である紫のマダムの家出に心を痛めているようだ。緑の刑事、私の死を捜査している警察の人間のようだ。パートナーは青い刑事、カバネラ警部の部下。青の刑事、私の死を捜査している警察の人間のようだ。パートナーは緑色の刑事、カバネラ警部の部下。不気味すぎる青ひげ、刑事たちの仲間のようだ。私の亡骸を調べている。振り向くととてもインパクトのある面構えをしている。確かにひげがすごい。ひげが、顔色もすごいけど。ノッポのホワイトラブリー特別捜査班の班長、名前はカバネラ。捜査官たちのナンバーワンらしい。踊るように生きているリンネとは何か強いつながりがあるようだ。上司と部下ってことではなく、ゴミ捨て場、私が命を奪われた現場、町外れのゴミ捨て場のようだ。私の死は殺人事件となって刑事たちが捜査を進めている。マダムの赤い部屋、紫のマダムが住む妙に空気の濃い部屋。リンネの部屋の隣にこんな異世界が広がっていようとは。悩める中年の館、冷たく重い空気が漂う白い部屋。男が一人頭をかきむしっている。うん、まあ、またいつか行けるのかなと思うんだけど、今行かないと何か見れないとかっていうのもあるのかな。まあちょっとこのまま進めましょうかね。わい、どうした？面白半分の班長さんが現場をかき回してるぞ。なんか言ってやらないのか自分は報告の義務がありますのでちゃんとね、あの縦になびくのはいいと思うよ。やれやれだな、新人だしね。あとは、よし、じゃあ取り付くか。さっき電話してたからなんかあるのかな。あ、電話があった。誰もっと癖強そうな人来た。新聞配達かな。それでどう？そっちは。そうですね、どうと言われましても日々それなりにやっているとでも申しましょうか。なんだろう、ピーターパンみたいな格好だな。いや、そういうことを聞きたいんじゃないのよ。そうだな、責任者出してくれる？我こそが責任者なのです。我こそがこの公園を守るのです誰？あ、違う人だったのか。も、申し訳ありません警部、こちらただいま配置につきました。あ、そう、よかった。いや、もうびっくりしたよ。いきなり我なんて言い出すんだもん。あそこですか。とりあえず見張りを始めてよ。動きがあったら連絡くれるよね。はっ。番号入手。刑事が見張る公園。なるほど。それでは改めまして、報告の方を。先生、ちょっと先生、わしのことか。いいね、くれぐれもよろしく頼むよ先生。あんたに言われなくてもよろしくやっておくがね。さて、とりあえず容疑者に会っておきたいんだけどな。リンネ刑事ならばこの自分が任意同行を求めたであります。今管理人のおじさんの部屋に拘束してありますよ。管理人のおじさん、あ、この公園ゴミ捨て場の管理人のおじさんね。どこそれ。警部が自転車を止められたその先ですね。え、どこ
わかんない。あの鉄のところ、あ、扉みたいなのあるな。ラブリーだ。ちょっと行ってみるよ。じゃ頑張って。行ってらっしゃいませ。フリー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 。うっとうしい。取り付く。じゃあどうすんだろう。電話で行ってもいいし、なんというか不思議な雰囲気がありますよね、カバネラ警部は。あ、特に階段の上り下りは不思議すぎて理解できない。あの調子で出世の階段も軽やかに踊り上がってるらしいぜ。へえ。その班長に目をかけられてるのがリンネってわけですか。一体あの二人どんな関係なんですか。俺に聞くなよ。親子とか、まさか。でも上に行けるのかな、果たして。いけないよね。だって動かないしね。じゃあやっぱりこの公園とやらに行ってみるか。うん、本当はちょっと寄り道もしたいところではあるんだけど、さっきのマダムの部屋のさ、上の方も見てないし、ここも行ってないから、どうしようかな。なんか行っちゃダメならさ、いけない何か理由をつけてくると思うんだよね。だからいけるってことは行ってもいいってことだと思うんだよね。どうしようかな。まあ一応ちょっとじゃあまず公園にしようかな。行けなくな、ならなくなったりはしないと思うんだよな。でも次元の何かイベントとかはあるかもしれない。サイバー。人気のない薄闇に包まれた公園の入り口のようだ。若い二人の語らいが風に乗って聞こえてくる。こいつは何なの？やっぱ新聞配達かな。あ、ビラ配り？公園の宅地化断固反対。公園を守れ。神の意思を知れ。やばい、神とか言い出した。あの、すみませんが向こうでやってもらえません？今ちょっと忙しいのでお相手している暇ないんです。あなた今我を不審者だとそう考えましたか？いや、そんな。しかし客観的に見たらあなたも十分に怪しい。不審者同士、ここは話を聞くべきではないですか。は、はあ、参ったな。じゃあ少しだけですよ。付き合いいな。それいい心がけです。ゆっくり聞くがいいでしょう。夜は長い、そして我々は若いのですから。困るね、こういう人。取り付くとさ、何話してるか聞きたいんだけど。怖い。よく付き合う気になるよな。ダイヤル、ビラ。あ、でもそれしかないか。ビラしかない。ちょっと様子を見るしかないのか。なんもないな。あ、じゃあもしかしてまだ、あ、ここで悩める中年の館かな。ちょっとマダムの部屋戻ってみていいですか。あの、上の方行きたいんだよな。上の方いろんなものができたのにさ、何もやってないから。で、その後中年の館に行こう。よかった、戻れて。相変わらず濃密な情念のこもったタイプの音だ。愛の物語は終わらないだろう。マダムの指がへし折れるまで。これ片手でね、一本指で打ってるのに早いね。このグラス置けばいいのに。どうやら小さなレディーは眠ってしまったようだ。きっと楽しい夢でも見ているのだろう。大統領、そうでもないようだ。うなされている。上には行けないのか。そっか、じゃあちょっと戻れない。あ、何もできないのか。さっきのタイミングで行くしかなかったんだね。分かった分かった。じゃあやっぱりダメだから、ダイヤルをして、ちょっとじゃあ悩める中年の館に行くか。この人は何なんだろうね。この人は
でも大統領っぽいね、言われてみたら。ああ、衛兵来た。いかがなされましたか。わ、すごい頭の幅が。瓦みたい、屋根瓦みたい。わしの近くに寄るんじゃない、命令したはずだ。すみません。ああ、怒鳴って悪かった。一人にしてくれないか、下がってくれたまえ。は、了解いたしました。なんだここは。またしてもわけのわからない部屋にわけのわからない男か。電話線の先に表札が欲しいな。まったく取り付く。水差し、はためく。あ、これは書類、薬瓶。ちょっとじゃあはためいてみようか。いけないもんな、こっからはね。で、あの、いや、あの、なんか屋根のあの扇風機みたいなところに行くのかな。はためく。いやー、何も変わらない。何も変わらないな。旗にいようか、一応。はためく。あそこに行きたいな。行けないね。なんもないのか。ここはまだ何も起こらないってことか。起こらなそうだな。操れないもんね。はためくしかできないけど、はためいても何も起こらない。はい。変わんないね。じゃあちょっとまた戻りますか。なるほど。ゴミ捨て場。ゴミ捨て場。何をどうすれば進むんだ。取り付く。Y、 何か言っているようだが、ここからでは聞こえないな。じゃあ取り付いて、ここら辺に来て、 Y、 どうやら凶器はこいつの可能性が高いみたいだな。こいつ？なんだあれは。何あれ。あ、ピストル？あ、ほんとピストルだ。ピストル見えなかった。このピストル、まさか。リンネの？あんたら刑事の持っているモデルと同じものだな。まさか、リンネのピステルとか、ピストルとか。まずいな、もしそうならシャレにならないぜ。リンネは刑事で、凶器は彼女のピストル。これは一体どういうことだ？取り付く。ピストル？ピストルに取り付ける？ピストル、調べる。これが私の命を奪った凶器、ピストルか。ピストル記憶にあるようなない。少なくとも見たことはある。確かこの辺を。あ、いや、確かこの辺をじゃないよ。すごい驚き方。バカ者が、撃ちたきゃ、ちゃんと自分に向けて撃て。自分じゃありませんよ。むしろ自分は被害者です。刑事としての才能を妬んだ何者かの犯行。しょっぱい目で俺を見るな。誰が妬むかよ。やはり本物のようだ。いいのかな？疑問に思わないのかな？バーン。バーン？なんだ？今の聞こえましたか？銃声？え、あの上じゃない？上。あのさっきの管理人の部屋とかいうところ。嫌な予感がする。このベルが鳴ると必ず何かが起こっている。ああ、それはいわゆるベルが先か事件が先かというあれですな。いや、そういうあれではないか。クネリ。こっちに行ける？行けない。やっぱ行けないね。電話。ああ、やっぱり管理人の部屋。こいつじゃないの？
犯人。あ、君さ、あの先生起こしてくれる？管理人室へ。今充電したもんね。でも先生は今手が離せないみたいですが。君、緑の方？それとも青い方かな？緑の方ですけど、さっさと先生をよこしなよ、さもないと。緑のスーツ二度と着られないようにしてやるぞ。じゃあ、青とか赤とか着るんでいいです。了解です。番号入手。管理人室ね。管理人室行けんだ。お願いします。先生、すぐに管理人室へ。やれやれだの。行くんだね。じゃあ私も行こう。取り付く。Y。どうなってるんですか？俺に聞くなよ。やばい感じがするな。中性管理人小屋の方でしたよね。まさか。ダイヤル。管理人部屋。町外れに再び銃声が響いた。それは嫌おうなくある予感を私に抱かせる。電話線の向こう側に横たわる新しい死の予感。あれ、リンネがいたんだっけ、あそこに。じゃあリンネちゃんか管理人さんが撃たれたのかな。どうやら今夜死神に目をつけられているのは私一人ではないようだ。しかし私は何人たりとも死なせるつもりはなかった。イラスト集め。チャレンジ達成。新しい背景。そう、背景変えたのに変わってなかったな。新しい BGM。新しいイラスト。もしかしてこれでじゃあショー終わりかな？ショーが終わったわけじゃないのか。現在時刻の状況を。なるほど、なるほど。どうしようかな。ちょっとじゃあ一回切ろうかな。はい。章はまだ多分3章ってことだよね。だからね。第4章になったわ。じゃあ3章が終わったってことだね。なるほど、なるほど。時刻で分かれてるのか。はい、じゃあ3章終わったので、一応ちょっとね、一旦ここで切ります。ちょっとこのお楽しみ見てみようかな。これチャレンジってなんだろう。これは体験版でやったから、チャレンジ失敗というか達成してないってこと？そっかそっか、もう一回やればいいのか。じゃあでイラスト集め。ほら、一章クリアのイラストが集まってないもんね。なるほど、なるほど。これはちょっとじゃあ後で自分でやっとこうかな。これさっきの部屋だね。このさ、私部屋のイラストもすごいいいなって思うんだよね。この前のリンネちゃんの部屋もそうだしさ、あのゴミ捨て場もなかなかね、いいしね。そうなの、舞台のなんかこう背景の絵がすごい好きだな、タッチが。BGM もいっぱいありますと。これもなんかクリアしてないから BGM 埋まってないってことか。はい、わかりやした。で、なんかびっくりマークは消えてない。後ろの方にあるのかな。あったあった。これもしかしたら予約特典とかかな。これ聞いてみよう。かわいい。ほんとかわいい。何このチキンの楽園って。まだ行ってないとこだね、これ。これは最初のとこだもんね。ほいで。そうだね。背景ちょっと変えときます。何にしようかな、やっぱ。ビルにしとこうかな、ビル。一回ね、変えてもいいかなと思うんで。変わってる？今。変わってる。はい。はい、というわけで一旦ね、ここまでで、終了したいと思います。